sua classe número 29. Cruyff 選手にお越しいただきました。よろしくお願いします。先日反感謝デーでティグ君の T シャツをデザインしていただいたんですけども、どうでした、ティグ君？上手だったよね。うん、すごい上手だったね。すごく気に入りました。Eu vou treinar mais, porque da próxima vez eu vou melhorar. Mas é bonitinho. クレイソン選手、ちなみに丸バスクイズとかクイズは得意ですか？先生です、はい。そうなんですね。じゃあ、ミミ君負けないように頑張りましょう。頑張って、頑張って、ボスはミミ君。はい、じゃあ早速、第1問。サッカーに関することです。サッカーの面は、正五角形と正六角形からできている、丸か×か。せーのって言ったら、じゃあ開けますね。大丈夫、ビビ君見えてないよね、まだね。もう一回呼ぶね。はい、じゃあ答えをあげてください。お願いします。丸、お二人とも正解です。正解です。簡単でしたかね。正解だね。正解だ。すみません、やってきょうがおでせんぷんですやる。はい、今シーズンのキーパーのユニフォームは白と紫である、丸か×か。はい、じゃあ上げていただきましょう。お願いします。お、×、正解です。簡単でしたかね。今シーズンのユニフォームの色は黄色と紫でしたね。キーパーになるのが夢なので、よく見てると思います。それが深めさせませんか。リビ君にとっては簡単です。ちょっと簡単だったかもしれません。間違いない。では次、日本に関連する問題になります。日本で海に接していない都道府県は8県である。これはちょっとビビ君も一瞬頭を抱えましたが、難しい問題ですね。日本地図をイメージしていただいて、大体どれぐらいあるかなっていうのを。はい、じゃあ上げてください。どうぞ。お、わかりました。正解は丸です。正解はクレイソン選手が、ね、ビビ君もちょっと難しかったね。この問題ちょっと難しめに。ele não podia perder na minha aqui, ele é do Japão, né? Ah, mas tá, né? Ele é do Japão, né? Ah, mas tá, né? Ele é do Japão, né? じゃあ次はですね、ブラジルに関係する問題です。東京、パイス、ブラジル。うん。
こちらプレイスの選手の方が有利かと思いますが、フィリ君もで日本の問題で負けちゃったので、フィリ君も出してみましょう。じゃあいきます。ブラジルの国技はサッカーである。マルカバッカ。はい、どうしますか。Pergunta para ele se ele sabe quem é o. Se pergunta se ele sabe qual seleção mais ganhou Copas do Mundo. ありがとうございました。